はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイですね。コクシボリ。サントリーのコクシボリの限定のたっぷり、リンゴかな？リンゴ味。リンゴ味たっぷり果汁。だって。これ、かなり昔に買ったんですけど、まあ、大丈夫ですね。原材料がリンゴとリンゴ新石種とリンゴリキュールと、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス。アルコール度数 4%。で、果汁が 20% と書いてあります。果実新石種仕立て。限定。限定醸造っぽいですね。果実を漬け込んだお酒に、たっぷりの果汁を合わせ、リンゴ本来の甘みと、酸味のバランスの取れた優しい味わいを引き出しました。一手間のこだわりによる今だけのコクをお楽しみください。果実成分が沈んでいることがありますので、缶を振らずに一度逆さにしてからお飲みください。それでは、いただきます。いただきまする。乾杯。あ、これあれだ。昔、風邪の時に、リンゴのすりおろしって皆さん、子供の時に、風邪ひいた時に、親がね、こう、リンゴをすりおろしてくれて、それを、食べた時の、果汁感っていうか、優しい、まろやかな甘みと、口当たりと、もう何年あれだな、リンゴをすりおろして食ってないわ。本当に食ってないわ。もう10年以上食ってない。20年ぐらい多分下手したら食ってない。リンゴをすりおろすっていう。そもそも俺リンゴめんどくさいんで、皮も剥かないんですよ。俺めんどくさいんで。しかも下手なんで、ね。皮剥くの下手くそなんで、結構厚く皮剥いちゃうんで、もうめんどくせえから丸洗いして、丸ごと食うんですけど、うん、なんでまあ、リンゴを、すりおろし器で、すりおろすってことはまあないですね。それの美味しさがなんか、脳裏に蘇った。うまいよな、リンゴのすりおろしってな。普通に。うまい！これ美味しいっすね。香りがやっぱいいのかな？なんか、すりおろしたリンゴって本当に美味しいよね。なんか、すりおろした、まあ、食感とね、美味しいっすよね。コクシボリと。コクシボリ。今はコクシボリのプレミアムっていうのがあるみたいですね。贅沢レモン。果汁が 14%。だって、レモンで果汁 14% 入ってるのはなかなか珍しいです。
そしてアルコール度数も 7% と高め。これはいいですね。ほうほう、アルコール度数 7%。これ今度買ってみようかな。黒絞り。その他には、芳醇桃。芳醇レ、ぶどう、ぶどう、芳醇かこれなんで書いてあるのこれ。芳醇桃と芳醇ぶどう。これ多分一緒の、あれなんだけど、漢字が違うんだな。そして、赤熟ブラッドオレンジ。これ、芳醇って読み方、芳醇で合ってんだよな。ああ、やっぱ。はい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 。意味が違うんだね。一応、芳醇ってどっちも芳醇って読むんだけど、香り高く美味っていうのと、豊かで潤いがあること。とで、ちょっと意味が違ってくる。漢字の書き方が違う。書き方っていうか字が違う。というね。うん、なるほど、なるほど。その他に3種のグレープフルーツ。黒絞りのキウイなんてのもあるみたいです。見たことないんだけど。おかしいな。俺割と酒、そこら辺のスーパー行くたんびに大体酒コーナーは 100% を見るようにしてるんだけど。癖みたいなもんで、ね。ほぼ 100%、言ったら確実に酒、つってね。酒マニアすぎて、そっちのけで、まず酒のコーナーにまず行くんですよ、うん。見たことないもんな。たまに見たことないチューハイとかあるよね。味とかね。こっち、ねえんだけど、とか。コンビニでも一応よく見るんだけどね。で、新しいのがあって、まあ買うんだけど。大体。あ、なんかね。え？すっげえなんか沈殿物あるんだけど、本当に。なんか、これ本当？俺瓶、さっき洗ったもんね。このエビスの瓶じゃねえや。グラス洗ったもんな。すごい、なんか、ゴミみたいなのが、たくさんありますね。レモンの皮かな？レモンじゃねえ。リンゴの、あれかな？皮かな？うん。謎の物体を飲み。果実成分というか、もう完全に目に見えるやつが、ありましたけど。まあいいや。コク、甘み。香り、貝といってももう限定だからもう買えないんですけど。3444です。ご視聴ありがとうございました。